速稼塾の久保です。今回のメンバーシップはですね、飲食店で食べたり飲んだりするのに支払いが逆に黒字になっちゃうというケースを紹介しております。皆さん想像できます？例えば1000円のご飯食べますよね。で、ちょっとしたわざわざ使うことによって半額になったり実質タダになったりすることはあると思うんですけども、黒字になっちゃったりするんですよ。例えば1000円で飲食をして1100円バックされたらどうですか？100円儲かるでしょ。で、そういったものが今回メンバーシップで紹介されております。実際に私がやったものではないんですけども、これレポートをいただいてね、なるほどと私も、思うところがありましたね。ですので、この情報を知りたい方はメンバーシップに入っていただいて、月間390円ですんでね、で、この情報をちらっと覗いてみてもいいんじゃないかなと思います。もちろん飲食店のことですから店舗が近くにないとできませんよね。でもほとんどの方には飲食店を利用するケースっていうのが今回はできなくもないのかな。全国チェーンの店の紹介してますからね。でも情報として知っておくことによって、その情報発信をしてですね、あ、そんなことがあるんだっていうふうに多くの視聴者さんや読者さんに気づきを与えることができますので、メールマガジンとかね、 LINE アットとか YouTube とか Instagram などメディアをされている方はぜひご活用いただいて発信のネタにしていただければと思います。じゃあ今回はそんなところですかね。メンバーシップの方はそのままご覧ください。それでは失礼します。